はい、ダイハツショップ下中自動車の秋です。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。まあ、今回は、新型ムーブキャンバス、そして、現行型のムーブキャンバスですね、それぞれ車を比較して、どういうところが変わったのかっていうのを実際にご説明できればと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いいたします。はい、それではまず何が変わったのかっていうところのご説明ですけれどもね、まあフルモデルチェンジなんで、まあ展示車があるのが、セオリーの G ターボっていう車種ですね。で、今回からムーブキャンバスにターボグレードが搭載されました。で、なおかつセオリーっていう、まあ一色のタイプ、まだ来てませんけれども、ストライプスっていうツートンカラーですね、そういう2種類のグレードが分かれたっていうところが大きな特徴になってきております。で、外観の大きな違いとしては、ヘッドライトの形状はよく似た感じなんですけれども、実はですね、ヘッドライトがどちらかといえば、ちょっと上寄りに、移動しております。まあ、上寄りに配置させることで、顔の構成の要素をシンプルにというような意味合いがあるらしいです。で、前はエンブレムがね、ムーブキャンバスってこういう丸いエンブレムになってたんですけれども、まあ、今回は、アルファベットでキャンバスっていう、こういう記載になってきておりますね。まあ、このあたりはね、お好み分かれるかもですけれども。で、フォグランプの形状ですね。メッキの形状がちょっと変わってきております。まあ、以前は丸かったんですけれどもね。今回はこういう台形になっておりますね。で、あとはまあ、グレードにもよりますけれども、足元のメッキですね。まあ、こういう位置も、場所が変わってきておりますね。こっち新型ですね。ボディにちょっと丸みのある形状が加わったということで、まあ、新型のドアがちょっと丸みを帯びてるような感じになっているみたいですね。なおかつ下の部分にくぼみができてきております。まあ、真ん中にちょっとガーニッシュが入っておりますけどね。まあ、現行型についてはクエアなスタイルで、ラインは入っておりますけれどもね。ホイールキャップについては、ツートンカラーで同じような形状でしたけども、ちょっと若干イメージね、旧型と新型と若干イメージは変わってきております。後方のテールレンズのデザインですね、ちょっと前回の方がなんか派手のような気がしますけれどもね、前回のテールレンズの形状で新型ということでちょっと変わってきておりますね。で、後ろのデザインの形状ですね、形状はだいぶ変わってきております。で、メッキのリアのバンパーのところですね、こういうのも作ってきておられます。まあ、そんなところがちょっと変わってきておりますね。はい、で、次は内装に入っていきますけれども、現行型の内装は、鍵が四角い形で、スライドドアのボタンも当然ございますけれどもね、とプッシュボタンスタートでエンジンスタートができますよ。まあ、グレードによってもちょっと分かれますけれども、白基調の明るいデザインで、座席も白っぽい明るい基調になってきております。カップホルダーがちょうどこの吹き出し口の前にあって、冷たい風でジュースがぬるくなりにくいと。で、スライドドアがそれぞれ電動スライドでボタンで操作ができます。シートヒーター運転席だけついておりますけれどもね、あとはオートハイビームとか、アイドリングストップオフボタンとかですね、ボンネットとか、ガソリンの給油のレバーですね。あと収納スペースはハンドルの前に、こういう蓋が開いたり、とメーター周りは、真ん中に来ております。で、まあ、ナビが真ん中にね、で、こういう部分もちょっとした収納スペースになってきておりますね。で、カップホルダー助手席もこういう形で、出てくるようにはなっております。足元もね、こういう収納スペースがありますんで、割とね、小物もたくさん入って、まあ、便利に使えるかなっていう感じにはなっておりますね。あとは、メーターですね、3連のメーターになってきて、割と見やすいシンプルな大きいメーターになってきておりますね。右側にオドメーターとかですね、トリップメーターとか、で、ディスプレイで平均燃費とか、航続可能距離とか、外気温とか、こういうのが、見れるようにはなってきております。まあ、見やすくてね、使いやすいですよね。で、まあ、収納スペースとかもあっていい感じになっております。こういうところに鏡もあったりはします。まあ、運転席と助手席と両方ともございますね。続いて、後席ですけれども、スライドドアが電動スライドになっております。座席もセパレートで、動いて、収納とかは背もたれがこういう風に倒れて、で、また元に戻すいう感じですね。ちょっと段差は残っておりますけれどもね。で、この辺もちょっと柔らかい感じになっております。あとは、お気楽ボックスということで、ここに引
き出しがあります。でここにちょっとね上げ底で、蓋をするみたいな感じですね。こっちがですね、ここに、こういうものがあって、これをそれぞれ蓋を上げればこういう高さができて荷物がこぼれにくくなりますよ。この辺がね、キャンバスの特徴にはなっておりますね。であとトランクですね、バックモニターついております。白は誤発信抑制のセンサーですね。このセンサーはついてきておりません。で、後部収納スペースですね、まあ割と大きい荷物が積みやすいような感じになってて、で後ろからも背もたれの調整ができるようにはなってきております。まあ、これが現行車種ですね。で次に新型になりますけれども、まあ、これは車種がセオリーなんで、どちらかといえば内装がシックな感じですね。落ち着いた、まあ、大人の車というような印象にはなってきております。鍵の形状についてはちょっと変更になっておりますね。ちょっと幅広のリモコンの鍵になってきております。このドアの取っ手のところが広がってきておりますね。現行型はこういう楕円形の丸い感じですけどもね。でスマホがちょっと入らないんですよね。まあ、これが新型になってきたら幅広になってでなおかつネイルとかを傷めないように波型になってるらしいです。まあ、この辺の細かい心遣いがね、すごくいいなっていう感じで、でスマホも便利に入るようにはなってきております。であとはドアロックに連動してドアミラーですね、格納するようになってきております。まあ、これでドアロック連動して、ドアミラーが、閉まってくれるというような感じですね。まあ、細かいところですけれども、こういうところも嬉しい装備にはなってきております。ごめんなさい、現行型もありましたですね。現行型と同じく電動格納、まあ、これもグレードによりますけれどもね。あとは新たな追加装備としてはスライドドアの上にこういう時計のマークがついてきております。これはまあタントからね、追加になってきておりますけれども、タントとか、アトレとかとスライドドアが、長押しすることで、予約ボタンになって、で次ドアロックしてから、車を離れてまた近づいた場合は勝手にスライドドアが開いてくれるよと、そういう便利な装備になってきております。まあ、これは左右ねありますけれども、ちょっと同時にね両方側はリクエストできませんけどね。で今回嬉しいのはですね、コーナーセンサーがもう標準でついてきてるみたいなので、コーナーセンサーをオフするボタンっていうのもありますけれどもね。まあ普段そんなに使うことは、ね、ないかと思いますけれどもね。まあそういうのもついてきたりはします。であとはまあターボグレードと G はメーカーオプションですかね、クルーズコントロール、まあこれはもうあのタフトからついてきておりますけれども、全車速追従式のクルーズコントロールがついてきておりますので、まあ、これで運転も安心して乗れますしね。で、あとは車間距離も、守って走行してくれます。まあ、ステアリングリモコンはね、これも同じくですけれどもね。で、メーターが今度はハンドルの前の部分に、移動してきております。まあ、メーターは、タコメーターと、スピードメーターと、まあ、2つ続いてきておりますけれどもね。で今度はインフォメーションのディスプレイが真ん中に来ております。まあ、アイドリングストップの時間とかですね、で平均速度、走行時間とか平均燃費、航続可能距離で、まあ、メッセージとかで、これは、燃料系とかをですね、アナログで見るような感じになるのかな。まあ、お好みに合わせて、いろいろ設定ができるようになってきております。であとは、まあ、先ほどよりもピラーの部分ですね、こちらが現行型よりも若干細くなってるみたいなんで、まあ、見通しがさらに見やすくなってきております。あとはセオリーの専用装備として、G ターボとか G は、ハンドルとかが本革巻きのステアリングホイールと、シフトノブが本革のシフトノブになってきております。電動パーキングブレーキですね、これも設定されてきております。でオートホールド機能もついてきておりますね、これは G と G ターボに設定されております。であとはシートヒーター、先ほどは運転席しかなかったんですけれども、今回は運転席も助手席もそれぞれついてきておりますので、これは冬場にかなり女性の方には嬉しい装備かなっていうところにはなってきております。でも先にねここに USB のソケットがついてるので、充電とかもすごくしやすくなってきておりますよね。であとはまあ足元の収納スペースがね、蓋ができたんで、これで見えない収納ができるというような感じになってきております。であとはまあ収納スペースがねすごく広がって、こういうところがなんかテーブルみたいになっておりますので、スマホを置いたりとかです
ですね、カップホルダーが、追加になって、で今回は、ホット機能ですね、ここにボタンがあってホットの機能が、できるようになってきております。なので、まあ、コーヒーとか温かい飲み物がですね、ぬるくならないようにということで、設定もありますので、まあ、さらに、嬉しい装備になってきておりますね。で、まあ、つけっぱなしでバッテリー上がらないのかとか、いうところは、まあ、省電力のモードがついてるので問題がないですよとかですね。やけどしないのかということですけれども、まあ、そのあたりもやけどしないような設定になってるので、大丈夫そうです。水こぼれて故障しませんかって書いてますけど、まあ、防水のため問題ありませんよということですね。でスイッチつけっぱなしでも大丈夫ですかということですけども、エンジンが、イグニッションオフと連動してオフになりますよというような形になってきております。であとはまあ細かいところみたいですけれどもね、UV カットが360度全部入ってますんで、まあ、それもスーパー UV カットということでね、97か8かな、かなりカットしてくれるんで、女性の方にもこれもかなり嬉しい装備になってきております。後ろのね、お気楽ボックスですね、これが、改良されて、まあ、形状は割とね、現行型とよく似ておりますけれども、座席を背もたれをこちらで倒して、で段差もちょっとね少なくなって、後ろの背もたれもちょっと硬くなってきてますのでね、まあ、そのあたりちょっと重たい荷物積んでも安心かなっていうところと、であとはまあアイソフィックスの、チャイルドシートですね、ガッチャンコとはめれるようになってきてて、お気楽ボックスが引き出すのは一緒なんですけれども、開けてから、こういう形で簡単に蓋が出るようになりました。蓋というか、あの囲いのようなものですね。まあ、これで今まで箱を乗せてたやつが、わざわざしなくても、またこれでパッタンと倒して、使うことができますというところで、便利になってきております。後ろも、ナンバープレートの位置がこと後ろになってきてますので、その辺の場所もねちょっと若干移動してたりとか、後ろのトランクスペースですね、これがタフトとよく似た感じで若干変更になってきてるなっていうところですね。さらに使いやすく進化してきてるなっていうところになっております。はい、ということで、外装内装の違いをご説明させていただきました。であとはですね、変更点としては外装色ですね、ツートンカラーのストライプスについては、まあ、イエローと白のツートンが入ったりとかですね、でアプリコットピンクでまた新色が出たりはしております。であと、まあ、レイクブルーメタリックって、タフトの時から出だしたブルーですかね、あれのツートンとかも出て、まあ、これ結構ね、あの人気出るんじゃないかなと思って、私もちょっとお気に入りの色になってきております。あとは、まあ、レーザーブルーとツートンとかですね、ファイヤーコーツレッドとツーの白のツートンとか、結構ね、あの楽しみなツートンがたくさん出てきております。テオリーも一色で、新たに色の設定もたくさん出ておりますけれども、まあ、やっぱりね、ムーブキャンバスといえばツートンカラーが、イメージがどうしてもされるんで、やっぱり人気はツートンカラーかなというような気もしております。あとは、まあ、スマーシが、さらに進化してきております。車間の歩行者検知機能ですね、まあ、こういうのがついてきたりとか、まあ、標識認識機能とかですね、であとはオートハイビームのアダプティブドライビングビームとか、でサイドビューランプとかですね、まあ、この辺は G とか G ターボに限定されますけれども、まあ、そういうのもついてきております。で、まあ、全車速追従式のクルーズコントロールですね。で、あと、レーンキープコントロール。まあ、これも G ターボとね、G に限定されますけれどもね。まあ、G は、メーカーオプションですけれども、まあ、そういうのがついてきたりとか。で、あとはコーナーセンサーが、ついてきておりますので、安心ですよね。まあ、あと、ブラインドスポットモニターとかもね、今後ディーラーオプションで追加されるそうなんで、安全機能についてはさらに、充実するかなというところにはなっております。であとは燃費もね、現行キャンバスから比べたら、かなり上がってきておりますので、かなり魅力的だなっていうところにはなっておりますけれども、ただ難点は、納期がかかります。すいません、ちょっと今も半導体不足でね、かなりお時間かかっておりますけれどもね、大阪府下もしくは和歌山北部で、新型ムーブキャンバスをご検討の方は、大阪府泉南郡熊取町ダイハツショップ下中自動車で絶賛販売しておりますので、ぜひお声掛けをよろしくお願いいたします。じゃあどうもありがとうございました。